今日このお時間は、新日本プロレス、棚橋弘至さんにお越しいただきました。改めまして、新日本プロレス百年に一人の頂いたな、しろしです。よろしくお願いします。お久しです。いや、やっと帰って。ありがとう。ありがとうございます。やっと帰ってきました。うるさいな。うるさい。会場では、きもこ。ああ、ありがとうございます。本人見ず遠く見て言うっていうところまでね、ちゃるさん。ありがとうございます。いや、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。ちょっと。おしゃれですやんか。 あそう。今日もまずはファッションどうですか <laughs> ファッションチェックですああがあっニットタイっていうんですかはいはいはい。そうですね<ー>黒のシャツにオレンジの黒のシャツってセクシーかなと思ってね <laughs> 自分で言っちゃった <laughs> そんな棚橋さんがみんな大好きですよええ、はい、あ,ありがとうございます,すチャールズさんもすごい久しぶりですねああ。あ すません前回はなんか最近忙しいみたいでそうなんですよいろんな仕事の方面で本業が忙しくなって他方面に活躍してこっちはバイト感覚だと言ってるんですあらそうですね田中さん前回お越しくださった時に私が生参じることができなくて申し訳ございませんスーパー歌舞伎役者井上チャルでございますああ出たい々肩書がありがとうございますカツ <laughs> ありがとうございますもうねお便りもたくさん番組に頂いてまして、はい、あますあ女性の方ですよ、はい、昨日の大阪大会行きましたはいありがとうございます、はい、ファンタスティカマニアでしたえお祭りみたいですごく楽しかった <laughs>、はい、棚橋さんのペイントもかっこよかったですと はい。もう、メール触るだけで熱さがにじみ出てくるようなね。ありがとうございます。今はですね、あの、メキシコからたくさんレスラーが来て、ルチャドールが来て、あの、ニ日ンプロレスとそのメキシコの選手がミックスしてやる大会なんですけども、僕その時にあの、ペイントをしてるんですよ。ね、顔をね、ちょっとお祭り感を出して、出そうと思ってですね。いや、これまたかっこいいでしスペシャルな感じしました。毎回ちょっと、毎大会、あの、変えてるので。何をイメージして、今回はは、えー、 そうですね。あの、前いね。あるいはありす。前田慶次 <laughs> 歌舞伎物を。おーはい。イメージして。ちゃんと自分で書くんですよ、こうやって。っこうなんか赤と白の。<え>はい。プロの人がやられるわけじゃなくて。はい。自分でこう、<ー>鏡でこう、ピーって書いて。へぇ<ー>はい。よくね、どなたが書かれてるんですかっていう質問を受けるんですけど、はい、自分で書いてます。すばらい。あれ、なかなか、えででかえー、筆で。

ええ声優声優デビューしました。デビューされたんですよね。はい。あの、エンディングもね、エンディングの歌も歌ってましたね。そうそうそう。合わせて歌手デビューもしたんですけども。うんばば、うんばばば。うんたかね。うんたか、うんたか、うんたか、ドラドラダっていうね。はい。暗闇読の役なので、あの、ちょっと冷や気した方が原始人感が出るかなっていうね。 白い原始人やで,しょ <laughs> いやでもあのテレビで見るのは広い原始人ですけどね、はいうん、こんがりと焼けてらっしゃる棚橋宏さんでございます <laughs>、えー、はい色、はい、んな多方面でご活躍ではありますが、はい、ちょっと今日はやっぱりあの試合を少し振り返っていただかなければなりません1.4お疲れ様でしたはいね<ー>えー 少し時間が過ぎました。す皆さんご存知ですかでもいい勝負でしたね。どっちが勝ってもおかしくない試合でしたね。もうすべてのなんかね、プライドももうすべてぶつけ合い。そう、うわ、返すか、おいと。そうですね、あの、先日ね、1月4日東京ドームで、IWGP のヘビー級タイトルマッチとして、チャンピオン岡田和地対チャレンジャー田中宏史。うん。36分。長いですよ。 レインメーカーで田しろし負けました。でもハイフライフローをね、2回連続、はい、浴びせたのに返してくて、ねね、れ返されたら月にね、ちょっとね。はいまあ、僕もね、岡田のレインメーカーは一発返したんですけど、ね、はいはい、なんかその時にあのいけるかなっていう気はあったんですけどね。いやでもいい試合でしたよ。僕、あの東京ドーム、 何回かね、出て、えー、レスリキングダムも10年目なんです。10回目なんですけど、はい、過去最大の盛り上がりでしたね。ねすっごい盛り上がりました。<ー>これなんで盛り上がったかなって考えたら、はい、昨年は、えー、日曜日開催で、今年月曜日開催だったんですよ。そうそう月,日月曜日、月曜日。月曜日めの人が多い中で、はい、その、そうどうしてもブルサビたいんだって振り切ってきてくれてる、ね。<laughs> だってあのファンのか、それはそうで、仕事休んできてる人とかもたくさんいらっしゃるんでしょう、ね、そんなんかこの見に行くんだっていうこう熱量をすごく感じた大会でしたね。という意味では、とてもじゃあ,幸せなあの瞬間、のいやもう本当に負けてしまったんですけど、そ,うです、ね、そのやりながらふわふわしてるというか、うん、うわ、なんだ、このすげえなドーム、森があったら、こうなるんだっていうのを初めて体験できた大会でしたね。 ふわふわしちゃダメでしょう。<laughs> いや、それぐらい嬉しかったです <laughs> もう涙目。あの盛り上がりが本当に嬉しくて。だから本当にこのね。<laughs> うん プロレスの人気が本当にもう根付いた、そうですね。の象徴する試合だったわけですね。そうですね。ここあの三年四年でずっとね岡田とこう戦ってきたので、そういうところがあの皆さん長い目でね、プラス見てくれたのかなっていう気持ちになりましたね。そうですね。でもこれで終わりじゃないですからね。もちろん。そうですよ。あの六年連続東京ドーム出てますし、あの負けてはしまった負けてしまったんですけど。 まだね、来年の1月4日東京ドームのメインイベント、俺まだ目指しますからね。はあ、そしたら7連続、はあ。ということはまた IWGP チャンピオン目指すってことですかそこを目指していきますし、あのー、この1年の目標っていうんですか<あ>長いスパンで見て、はい、そ,それ聞たたかったんですよ今日長い目線で見て、棚橋がどうやって来年の1月4日東京ドームまでたどり着くかっていうところに注目しててください。もう始まってるんですね。他のベルトはどうなんですか他のベルトももちろん。 あらゆるベルトもう、も中村、はい。あ、す介さんが、対談そうなんですよ。そうなんですよ、ね。アメリカに行っちゃったんで、あのベルトがね、はい。そうですね。インターコンチクイーンになりますね。うん、そうですよね。あれはどうなんですか、はい、うん。なんともわかんないですね。はい、<laughs> 本人さんですけど、まあ、なんともわかんないです、ね、そうですね。と、取りたいなっていう気持ちはどうなんですかうん。あんま興味ないですかいや、興味ないことはないです。あ,あはい。でも、あのベルトはもう中村しんすけが持ってる。うん あネ,バーはネバーも、えー、ネバー、ネバーはなんとなく色分けができてきてるんですよ。はい、あの本当もう、バチバチ蹴り合うというか、はい、もう石井さんのイメージなんですけど、はい、あの、ただ、ま、さんのなんか泥臭さもね、なんか。見たい。<laughs> ちょっと見たいですけど、ね。泥臭さ。はい、みじんもないですけどね。<laughs> いや俺にカッツそっちだったんだ。そうですか。いや、もう本当にあの、できることは全部やっていきます。はい、タッグどうなんですかタッグもやっていきます。あの、今ちょうど、昨年、タッグリーグでマイケル・エルガンっていう強力な外国人選手、組んで、あの、本当、デコボココンビなんですけど、全然タイプも違うんですけど、組むと意外にマッチング、 マッチするという。そういうものなんですかそのタイプが違うのに。タイプが違うからこそ、お互いない部分を補う。理想的なタグチーム。ねやっと、やっとずっと一人ぼっちだったんですよ。はい。キャプテンはいたんですけど、キャプテンっていうね、選手はいたんですけど。キャプテンキャプテン。キャプテンニュージャパンっていう選手はいるんですけど、ずっとタッグを組んでたんですけど、あの誰なんで組んでたんですかあのなんとなくこう、色物同士が。 色物同士が自分で、そんな <laughs>、はい。不思議なタッグでしたね,ね。すそうなんですか。はい、あ、じゃあもう巡り合えたパートナー。そうですね。やっと。っはい。タッグ先生にも乗り込めるパートナーを獲得して。はい、だからあの、i o g p には負けてしまったんですけど、はい、今年いろいろできる状況なんですよ。す自由に動けるというか。うだから中村がいなくなった分をどう補っていくかっていうか。 そこはやっぱ新日本プロの課題なので、<laughs> ますます盛り上げていきたいじゃないですか。あそうですね。もうもちろん。俺にかかってるんですよ。<laughs> 重いな責任が2016年ねにかかってますどう動くのかっていうねそうですねあとねこれはまあ現実味はないかもわかんないですけど真壁さんとあの原始人の格好でタッグを組んで出てほしいですねちびっくはお喜びお喜びするでしょそれでも面白いないいこと言いますねでも見たいですよそりゃもう暗闇族でね暗闇族でこれが意外と強かったりするかもかんないでうんあでも面白いかもしれないですねお互い 無でやってくださるような。こけしの本間はいらないと。あ、今でももうタグチャンピオンですよ。マカオさんですね。そですね。はい。まあタイミングですね。ええ。で、も、あの、3月公開の、三月5日公開の映画なんですけど、そのプロモーションの一環としてまたあの、格好はするかもしれないので、またどっかで、あの、原始人の姿が見れるかもしれないですね。ね。クライミ族の姿が。と一1.4でも一応ね、あの、女の子とエ島さちゃんと小島さん、吉田さん来てくれて。 いや、もうね、小学生とかのお子さんに声かけられることがすっごい多くなって。そそうだね。いや、ってるもん、あの衣装。衣装、衣装っていうか、あれ衣装なんですか衣装衣装じゃないです。それ衣装でしょ衣装、今衣装ですけども。ギャリ持ってたのかギャリってドラえもんってやっぱすごいですね。はい。あ、ありますよね。うちの娘踊ってますよ。うんたかダンス。うんたかダンス。 僕も踊りますよ、ほんに。意外とね、田中さんも出張うんたかしますよ、出張うんたか。じゃちょっと今生で踊ってください。うんたか、うんたか、うんたか、うま、うま。もっと、もっと本気でやってくださいよ。めちゃめちゃ今本気じゃないですか。本気ですかキレ、キレが増すっていう。いや、でもね、真壁さんと僕らプロレスラーだから、ダンサー苦手だ、だ、だねっていう話。 ですねって話をしてて、はい、僕すっごい練習してたのに黙ってたんですよ。<laughs> そ,うそれ真壁さんおっしゃってまして <laughs> あいつ陰で練習してたんだよ <laughs> ものすごい怒ってました<の>はスタジオ行中もずっとこうあの動画のダンスを見てて、はい、振り付け完璧にして、はい <laughs> <laughs> 怒ってましただから若干、怒ってるとき怒ってる感じするもんね。そういうところだっつって怒ってらっしゃって。いろんな挑戦をされて、ちなみに映画「ドラえもん」3月5日公開は「新のび太の日本誕生」という名作がまた新たに帰ってくることになりましたので、親と子で楽しめる作品に、棚橋さんもご登場されてますよ。挑戦といえば漫画 <え>新天才がスタートしているって、シャルさん、ご存知でした?。そうなんです,<さ>んですか?。プレジデントネクストっていう雑誌で。そうですね。これ漫画で学ぶビジネス雑誌っていう、いあのコンセプトなんですけども。はい。その中で、あの、そのプロレス、仕事と、えー、家庭を両立していきましょうよっていう、こう。なるほど。あの、理想的な。え。はい あのビジネスマンへ向け,です、ね、向けて全方位的に全力でやっていきましょうみたいなところですね <laughs> そうだからプロレス界一多忙な男、棚橋宏の家族愛日誌っていうね、はい、いかに家族と共に生活してるかっていうのが漫画で紹介されてるでも <laughs> そかなんですね。あのそ 皆さんにねおし、あの、見てもらうことがなかったので。聞くのもタブーかなみたいな、ねうん、気もしますけど、ね。タブーなんですけど。<laughs> タブーなんかいないいやもうね、あの、赤裸だよこれ。<laughs> いやもう、プライベートをね、切りりれていくしかなくなってきて。<laughs> なんそんなことはないですよ。うん、もう本当に、ね。まあもう売ってもいいかなと。いや、でも本当にあの、 夢さんに感謝しつつ、はいね、家のことを結構任せっきりになるじゃないですか、ま、出張族なので子育てっていうのはね、一番大変だし、嫁、うん、さんを、ねあのー、評価してあげれるのだあの旦那さんだけじゃないですか、うん、僕らの仕事はね、はい、外に出たらそのファンの方とかマスコミ関係者とかが思めてくれたりするじゃないですかね。その辺の辺気持ちを、こう。 あの、いい感じで。で一番のね、味方であってほしいですもんね、自分の奥様だったり、はい、まあでもそれは読んでのお楽しみで。<laughs> そう,そう,そう,そう一番の味方。そういう、そういう内容にはなな,ないかもしれないですけどね。ねどちらかというと真逆ですね。すね真逆で、ね。真逆ですよね。なんかモテモテな感じがしたんですけどね、田中さんっていうのはね。いや、モテモテですよ。 でも今の奥様にはあんまりそうな。あそうですね。はい。モテモテというよりかはね。そうそうそう。むしろこう。何度もトライして。そうなんですって。でもこれこれとプロレスターですよね。恋も負けてももう一回立ち上がって、向かっていくっていうのはね。そいう。何回戦目でこのハートをゲットしたえかえ中学校の時に2回告白して、振られて、で、社会人になってから3回目ですね。 はい。これなかなかの根性ですよ。いや、も、ま、う、あ、と思いますよ。うん、再開してまた言ったっていうね。はい。<え>その時も一回保留されたんです <laughs> <laughs> ちょっと考えさせてって言われて。ほら、絶対に倒れませんから。うん。はあ、やられても立ち上がるのがプロレスラーです。ああ、かっこいいね。こうでなきゃね、田中さんはね。もう全部、田中さんのすべてをピタッとでもいろんな表情を見せてもらっておりますけれども。うんはい、さあ、新日本プロレス、関西でのビッグマッチが続々と今決定しておりまして、2>, はい、2月11日にももうすでに予定されてるんですよね。 はい、そうです。はい、大阪フリッツ体育会館で、えー、ニュービギニングイン大阪ですね。はい。はい。えー、夕方の5時、試合が始まります。はい、大阪フリッツ体育会館、エディオンアリーナ大阪で行われますが、対戦相手は対戦カードはまだ発表になってないですね。はい、そうなんですね。あの、主役カードは出てます。<お>えー、岡田、チャンピオン岡田和親対、はい、アラムシャー、<と>後藤博樹と、あと、えー、柴田勝頼対、はい 石井っていう、こう。うわのネコい感じがしますね。本当に、あれはね、もう、見てる人が、あいでってなるね。虫田さんの痛そう、石井さんのも痛そうだけど、もう鉄板カードが組まれてますね。あのドロップキックあるじゃないですか。コーナーのポストに追い詰めて。あんなのもう、相当なんですかあれはね、本当にやめた方がいいですね。 優しいで、僕はね、あの、プルスラーの位置として、はい。こう飛んできた瞬間に、こう手を入れてガードしてもいいんですけど、入れないですね、俺は。受けて立つ。顔面でガッと受けてる顔を出す。出しはしないです。出す、出すと聞けなくなる。でそういうとで誰と戦いたいですか今一番。今ですか。あー。岡田とはね、もう、二回やりましたし。やりましたね。一番ちょっと今、手みたいな、と。 今こういう状況になってみるともっとね中村と戦いたかったなと思います見たことないそういやまだねあのタッグで何回か当たる試合残ってますね中村1月30日がラストマッチなのであそうかそうか今月末ですか今月末のコラーケンホールで最後ですねはいどこかやっぱり素直なとかという穴がどうですか であのー、2人いて今があるっていう状況なんですよ、うん、中村がいなかったら俺もいないだろうなっていうそういう思いがあるんでね、うん、やっぱ彼に対してはすごく特別な思いありますねはい直接話せたりとかは,、ね、はしてないですねは,<ぁ>はいうもうこれもねあの藤浪猪の木の関係に似ててですね藤波さんほど猪木さん猪木さんってこう慕たった人はないんですけど うきさんからはそれほどこう、振り返ってもらえなかったですね。うん、僕もあの、タッグパートナーの時も、中村とちょっと長くなりてえなってずっと思ってたんですけど、<ー>あの、先輩後輩のこの関係を超えれなかったというか、<ー>はい、あ。その辺のね、ドラゴンイズもしっかり継承してるっていうね。<ー>はい、あ。永遠の片思いって呼んでますけどね、これね。<laughs> はい。それでも立ち上がる男ですかここでも片思いす <laughs> 意外と思い, <laughs> 思いが通じない、すんなり通じないっていうね。<laughs> えー 難しいもんねそれだから人生ですよねうんで6月には2年連続大阪城ホールでの開催が決定そうなんです今年もやります大阪城去年は7.5でしたけど619少し早まりますねそうですね6月19日ですよチャルさんちょっと開けといてもらいましょうか開ておきましょうもう間違いなくねはい去年が20年以上ぶりです21年ぶりでなんと前売り券の段階で完売しました あいかに待ってたかですね、大阪城での戦いを。いえー、でもあの、昨年はですね、あの、21年ぶりの開催っていうことで、皆さんからご祝儀的な部分もあったと思うので、今年は2年目、はい、勝負の年、はい、あの、1月4日東京ドームと対応をなす西日本の大きな大会なので、うでね、もう全力で力入れていきますね。は<ー>楽しみなし日本プロレス。そうですね。はいま、た会場はね、あそこすごい見やすいですね。 大阪城ホールが。すり鉢状になってね。かなり高いところまでお客さんがバーンと入ったわけですもんね、昨年。まあもう入場した瞬間に、ああ、すげえなぁと思いましたね。気持ちよかったですかいや、気持ちよかったですね。気持ちよくさせましょうよ、また。大阪で。ギターの方は練習してるんですかギターの方はパワーコードが抑えれるようになりました。またよかった。結構長くか、こっちも長くかかりました。これも見れますもんね、もう必ずね。そうですね。エアじゃないギターを。お 僕はね、夢があって、はい、エアギターね、試合後のパフォーマンスやるんですけど、はい、いつかこうエアーと回しといて、天井から本物のギターがこうスーッと降りてくる。<う>で、生演奏みたいな。あ <laughs>、し弾けるじゃんみたいな。<laughs> そういうサプライズができたらいいなと思う。<laughs> <laughs> <laughs> 早いところそれ叶えてくださいよ。もうちょっとください。<laughs> 楽し時間をください。ごちょごちょしてほしいですけそそこで失敗するって。かわいらしさをそこで出しちゃうんですが。いねリングに上がるとこのね、優しい雰囲気から一点。そうですよ。見せてもらえますので、ぜひあの、今年の戦いも、ピタとで応援させていただきます。はい、はい、ありがとうございます。この時間は100年に一人の逸材、新日本プロレス、田橋博士選手にお越しいただきました。はい。では最後に田橋さん。 いつものあれをお願いしてもよろしいですかはい。えー、2016年も新日本プレスよろしくお願いします。ということで、じゃあ最後に、ピタッターの皆さん、愛してまーすさあありがとうございました、えー、今日はスタジオに棚橋博さんにお越しいただきました。そうね。あれはどうなんですか、はい、うん。なんともわかんないですね。<laughs> はい、本人さんですけど、まあなんともわかんないそうですね。と、撮りたいなという気持ちはどうなんですかう、えーん。 いや、興味ないことはないっす。う<あ>はい。でもあのベルトはもう中村晋介が持ってるイメージがついてしまってるんで、非常に難しいベルトですね。ああ、じゃ,じゃネバーはネバーも、えー、ネバー、ネバーはなんとなく色分けができてきてるんですよ。はい、あの、本当もうバチバチ蹴り合うというか、もう石井さんのイメージなんですけど、うん あタカさんの泥臭さもね何か見たい全然 <laughs> ちょっと見たいですけど、ね、泥臭さ、はい、みじんもないですけどね <laughs> い<や>カーッつ俺 <laughs> にカーッつそっちだったんだそうですかもう本当にあに、うん、できることは全部やっていきます、はい、タッグどうなんですかタッグもやっていきます あの、今、ちょうど、昨年、タッグリーグでマイケル・エルガンっていう強力な外国人選手を組んで、あの、本当デコボココンビなんですけど、全然タイプも違うんですけど、組むと意外にマッチン、マッチするという。そういうものなんですかそのタイプが違うのに。はい、タイプが違うからこそ、お互いない部分を補うっていうね、理想的なタッグチーム。ね、ーやっと、やっとずっと一人ぼっちだったんですよ。はい、キャプテンはいたんですけど、キャプテンっていうね、<laughs> 選手いたんですけど。キャプテン。キャプテン。キャプテンニュージャパンっていう選手がいるんですけど、ずっとタッグを組んでたんですけど、はいえー、あのー、誰なんで組んでたんですかあのー、なんとなくこう、<laughs> 色物同士が。<laughs> 色物同士が組んで,自分でそんな。はい、不思議なタッグでしたねあ。そう、ねはい、そうなんですか。あ、じゃあもう巡り会えたパートナー。そうですね。やっと。よかったーはい。 タッグ戦線にも乗り込めるパートナーを獲得して。はい、だからあの、IFGP には負けてしまったんですけど、はい、今年いろいろできる状況なんですよ。自由に動けるというか。うだから中村がいなくなった分をどう補っていくかっていうか、そこはやっぱ新日本プレスの課題なので、はい、ますます盛り上げていきたいじゃないですか。そうですね。もうもちろん俺にかかってるんですよ。<laughs> に重いな責任が2016年ね俺にかかってますどう動くのかっていうねそうですねあとねこれはまあ現実味はないかもわかんないですけど真壁さんとあの原始人の格好でタッグを組んで出てほしいですねちびっ子はお喜びおするでしょそれでも面白いないいこと言いますねでも見たいですよそりゃもう暗闇族でね暗闇族でこれが意外と強かったりするかもんでうんでも面白いかもしれないですねお互い 小げしの本物はいらないとあ今でももうタグチャンピオンですよ真壁さんですねまあタイミングですねででもあの3月公開の三月5日公開の映画のこれなかなかのコントローいやもうと思いますよ再開してまた言ったっていうねはいその時も一回保留されたんですけどね <laughs> ちょっと考えさせてって言われて。ほら、絶対に倒れませんから。はいはい、うん。やられても立ち上がるのがプロレスラーです。ああ。かっこいいね。こうでなきゃね、田中さんはね。もう全部、田中さんのすべてをピタッとでもいろんな表情を見せてもらっておりますけれども。うんはい、さあ、新日本プロレス、関西でのビッグマッチが続々と今決定しておりまして、2>, はい、2月11日にももうすでに予定されてるんですよね。はい、はい、そうです。大阪府立体育会館で、はい、えー、ニュービギニングイン大阪。 ですねはい。えー、夕方の5時、試合が始まります。大阪府立体育会館、エディオンアリーナ大阪で行われますが、対戦相手は対戦カードはまだ発表になってないですね。そうなんですね。あの、主役カードは出てます。えー、岡田、チャンピオン岡田勝ち親いアラムシャ、後藤弘樹と、あと、え柴田勝頼対、石っていう、こう、感じがしますね本当に、あれはね、もう、見てる。 人がアイデーってなるね柴田さんの痛そう石井さんも痛そうだけど、はい、あのもう鉄板カードが組まれてますね<ー>はい。あのドロップキックあるじゃないですかあの、はい、コーナーのポストに追い詰めて、はい、あんなのもう相当なんですかあれはね本当にやめた方がいいです、ね <laughs> <laughs> 優しい。で、僕はね、あの、プルスラーの位置として、はい。こう飛んできた瞬間に、こう手を入れてガードしてもいいんですけど、入れないですね、俺は。受けてつ。顔面でガッと受けてる顔を出す。出しはしないです。出す、出すと聞けなくてでそういうとで誰と戦いたいですか今一番。今ですか。あー。とはね、もう、やりましたし。やりましたね。一番ちょっと今、手みたいな、と。 今こういう状況になってみるともっとね中村と戦いたかったなと思いますいなそういやまだねあのタッグで何回か当たる試合残ってますね中村1月30日がラストマッチなのであそうかそうか今月末ですか今月末のコラーケンホールで最後ですねはいどこかやっぱり素直なとかという穴がどうですか であのー、2人いて今があるっていう状況なんですよ、うん、中村がいなかったら俺もいないだろうなっていうそういう思いがあるんでね、うん、やっぱ彼に対してはすごく特別な思いありますねはい直接話せたりとかは,、ね、はしてないですねは,<ー>はいうもうこれもねあの藤浪猪の木の関係に似ててですね藤波さんほど猪木さん猪木さんってこう慕たった人はないんですけど うきさんからはそれほどこう、振り返ってもらえなかったですね。うん、僕もあの、タッグパートナーの時も、中村とちょっと長くなりていなってずっと思ってたんですけど、うん、あの、うん、はもう中村晋介が持ってるイメージが、はい、ついてしまってるんで、うん、非常に難しいベルトですね。うん、あーあ、あネバーはネバーも、ええー、ネバー、ネバーはなんとなく色分けができてきてるんですよ。うん もうバチバチやり合うというか石井さんのイメージなんですけどあたださんの泥臭さもねんか見たいちょっと見たいですけど泥臭さみじんもないですけどね勝つ俺に勝つそっちだったんだそうですかいやもう当にあにできることは全部やっていきますタッグどうなんですかタッグもやっていきます あの、今ちょうど、昨年、タッグリーグでマイケル・エルガンっていう強力な外国人選手で組んで、あの、本当デコボココンビなんですけど、全然タイプも違うんですけど、組むと意外にマッチング、マッチするという。そういうものなんですかそのタイプが違うのに。はい、タイプが違うからこそ、お互いない部分を補うっていうね、理想的なタッグチーム。ね、ーやっと、やっとずっと一人ぼっちだったんですよ。はい、キャプテンはいたんですけど、キャプテンっていうね、<laughs> 選手いたんですけど、えー、キャプテン、はい、キャプテン、うん、キャプテンニュージャパンっていう選手がいるんですけど、ずっとタッグを組んでたんですけど、はいえー、あのー誰、なんとなくこう、色物同士が、<laughs> 色物同士が組んで <laughs> 自分で、そんな、はい、不思議なタッグでしたねあ。そうなんですか、はいあ。じゃあもう巡り会えたパートナー。そうですね、やっと、よかったはい。 タッグ戦線にも乗り込めるパートナーを獲得して。はい、だからあの、i f g p には負けてしまったんですけど、はい、今年いろいろできる状況なんですよ。すね、自由に動けるというか。うだから中村がいなくなった分をどう補っていくかっていうか、そこはやっぱ新日本プレスは課題なので、はい、ますます盛り上げていきたいじゃないですか。そうですね。もうもちろん俺にかかってるんですよ。は 重いな責任が2016年ねにかかってますどう動くのかっていうねそうですねだからあとねこれはまあ現実味はないかもわかんないですけど真壁さんとあの原始人の格好でタッグを組んで出てほしいですねちびっくはお喜びお喜びするでしょそれでも面白いないいこと言いますねでも見たいですよそりゃもう暗闇族でね暗闇族でこれが意外と強かったりするかもかんないでうんあでも面白いかもしれないですねお互い 無でやってくださるような。こけしの本間はいらないと。あ、今でももうタグチャンピオンですよ。マカオさんですね。そね。まあタイミングですね。今回でもあの、3月公開の、三月5日公開の映画なんですけど、そのプロモーションの一環としてまたあの、格好はするかもしれないので、またどっかであの、原始人の姿が見れるかもしれないですね。ね。暗い未族の姿が。と一1.4でも一応ね、あの、女の子とエ島ちゃんと小島さん、吉田さん来てくれて。 いや、もうね、小学生。はい。ちょっとお祭り感を出して、出そうと思ってですね。これまたかっこいいんですよ。ほんスペシャルな感じしました。毎回ちょっと、毎大会、あの、変えてるので。何をイメージして、今回はは、えそうですね、あの、前田圭示。歌舞伎物を。おイメージして。ちゃんと自分で書くんですよ、こうやって。 なんか赤と白のプロの人がやられるわけじゃなくてはい自分でこう鏡でこうピーって書いてええよくねどなたが描かれてるんですかって輸出も受けるんですけど自分で描いてますあれなかなかでき筆でねえ筆で何でもできるんですさすが前漫画あのね似顔絵描いてもらいましたもんね私たちもねそうですもんねやっぱりはい悪いとこないですいやいやいや何で笑うんですかまた なん <laughs> でも出るんです音がすごいななんか色が黒いですね、はい、心境の変化ですかねいやこれはですねあのシンプレスと今あのドラえもんがコラボしてまして ええ、声優声優デビューしましたデビューされたんですよね。はい。エンディングもね、エンディングの歌も歌ってましたそうそうそう。合わせて歌手デビューもしたんですけども。ウンババウンババウンタかね。ウンタか、ウンタか、ウンタか、ドラドラだっていうね。はい。暗闇族な役なので、あの、ちょっと冷や気した方が、原始人感が出るかなっていうね。 白い原始人やで,しょ <laughs> いやでものあのテレビで見るのは広い原始人ですけどねこんがりと焼けてらっしゃる棚橋宏さんでございますはいろんな多方面でご活躍ではありますが、はい、ちょっと今日はやっぱりあの試合を少し振り返っていただかなければなりません1.4、はい、お疲れさまでしたはいねえー 少し時間が過ぎました。皆さんご存知ですかでもいい勝負でしたね。どっちが勝ってもおかしくない試合でしたね。ああ。もうすべてのなんかね、プライドももうすべてぶつけ合い。そう。うわ、返すか、おいと。そうですね。あの、先日ね、1月4日東京ドームで、IWGP のヘビー級タイトルマッチとして、チャンピオン岡田和地対チャレンジャー田中し志。う36分。長いですよ。 レインメーカーで田中ロシ負けました。でもハイフライフローをね、2回連続浴びせたのに返したのか返されたら月にね、ちょっとね。はい、まあ僕もね、岡田のレインメーカーは一発返したんですけど、はい、はい。なんかその時に、あの、いけるかなっていう気はあったんですけどね。いや、でもいい試合でしたよ。僕、あの、東京ドーム、 何回かね、出て、えー、レスリキングダムも10年目なんです。十回目なんですけど、はい、過去最大の盛り上がりでしたね。ねすっごい盛り上がりました。<ー>これなんで盛り上がったかなって考えたら、はい、昨年は、今月末のコーラーケンホールで最後ですね。はい、どこかやっぱり、素直なとかという穴が。あの、どうですか棚、あのー、中村で、あのー、二人いて、 今があるっていう状況なんですよ。中村がいなかったら俺もいないだろうなっていう、そういう思いがあるんでね。うん、やっぱ彼に対してはすごく特別な思いありますね。はい。直接話せたりとかは,、ねは、してないですね。は,<ぁ>はい。うもうこれもね、あの、藤波猪木の関係に似ててですね、藤波さんほど猪木さん、猪木さんってこう、慕たった人はないんですけど、 ゆうきさんからはそれほどこう振り返ってもらえなかったですね。僕もあのタッグパートナーの時も。中村とちょっと長くなりたいなってずっと思ってたんですけど。あの先輩後輩のこの関係を超えれなかったというか。はい。その辺のね、ドラゴンイズもしっかり継承してるっていうね。はい。永遠の片思いって呼んでますけどね。はい。それでも立ち上がる男ですから。ここでも片思い。意外。思いが通じない、すんなり通じないっていうね。 難しいもんねねだから人生でですよ6月には2年連続大阪城ホールでの開催が決定うな年もやります大阪城去年は7.5でしたけど619少し早まりますねそうですね6月19日ですよャルさんちょっと開けといてもらいましょうか開けておきましょうもう間違いなくねはい去年が20年以上ぶりですね21年ぶりでなんと前売り券の段階で完売しました いかに待ってたかですね、大阪城での戦いを。いえー、でも、あの、昨年はですね、あの、21年ぶりの開催っていうことで、皆さんからご祝儀的な部分もあったと思うので、今年は2年目、<ー>勝負の年、はい、あの、1月4日東京ドームと追いをなす西日本の大きな大会なので、うでね、もう全力で力入れていきますね。<ー>楽しみな話、<ー>日本プロレス。そうですね。はいま、会場はね、あそこすごい見やすいですね。 大阪城ホールが。あ、すり鉢になってね。かなり高いところまでお客さんがバーンと入ったわけですもんね、昨年。あもう入場した瞬間に、ああ、すげえなぁと思いましたね。気持ちよかったですかいや、気持ちよかったですね。気持ちよくさせましょうよ、また。大阪で。伊丹の方は練習してるんですかギタの方はパワーコードが抑えれるようになりました。またよかった、結構長くか、こっちも長くかかりました。これも見れますもんね、もう必ずね。そうですね。エアじゃないギターを。おう。 僕はね、夢があって、はい、エアギター、ね、試合後のパフォーマンスやるんですけど、はい、いつかこう、エアーと回しておいて、天井から本物のギターがこう、スーッと降りてくる。ほうで、生演奏、みたいな。<laughs> はあっ田弾けるじゃんみたいな。<laughs> そういうサプライズができたらいいなと思うほ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 う早いところ、それ叶えてくださいよ。もうちょっとください。<laughs> 楽しみ。時間をください。ごちゃごちゃしてほしいですね。そこで失敗するって思って。かわいな <laughs> 可愛らしさをそこで出しちゃうんですが。いやー。